こんにちは、コケです。今日は選手が試合で勝つためのトレーニングをするんだったら知っておいた方が絶対にいいっていう知識のご紹介をします。僕が打ち弟子になった当時はトレーニングは高重量低回数って言って、重たいものを少ない回数やった方が筋力がついて強くなるよって言われてたんですが、僕が打ち弟子に入った時に僕の師である長谷川宗氏に言われたのは、低重量高回数を瞬発力を使ってできるだけ、素早く行えっていうことでした。実はこれを始めてたった3ヶ月から4ヶ月で僕自身の動きが劇的に変わったんです。で、当時はそんな理論なかったんですが、実はその後に、名前は忘れてしまったんですが、最新の理論として何年か前に実際に発表された理論があるのでご紹介したいと思います。こちらちょっとメモリを書いたんですが、下がタイム、秒数です。上がパワー、横がパワーですね、キログラムで、これ1秒、2秒、3秒、横が50キロ、100キロ、150キロっていう形で書いてあります。実際こんな風にはならないんですが、分かりやすいようにメモリを書いてあります。例えば150キロのものを3秒かけて上げる A さんがいたとします。次、100キロのものを1秒で上げる B さんがいたとします。2人の最大筋力は150キロと100キロで大きく差がありますが、この線を見てもらうとちょっと分かりやすくなるんで説明したいと思います。実際の空手の動作、試合の動作の中でパンチ蹴りを打つときにゆっくり出すことはないんです。で、そうするといかに短い時間で強い筋力を出すかっていうのがとても大切になってくるんですが、この時 A さんは150キロはマックス出せるんですが3秒かかります。 B さんは1秒で100キロ出せます。こうなると何が違うかというと、実は1秒の時点で出力している筋力は B さんが100キロ、A さんは50キロということで、最大筋力は A さんの方があるのに、出力としては B さんの方が2倍1秒の時には出しているってことになるんです。そうするとパンチって当然スピードをつけて打ちます。長時間をかけて大きな力を発揮するっていうのは空手には実はそれほど必要ありません。もちろんパワーは必要なんですが、できるだけ短い時間でポンと大きな力を出せるっていうトレーニングをしないと、せっかく150キロを出せても実際の大会では全然使えないっていうことが起きてきます。なのでトレーニングをするときはどれだけ短い時間で出力を上げれるかっていうことを重要視したトレーニングをおすすめしています。僕が実際現役の時にやっていたのは、30キロのバーベルを50回を10セットっていうメニューを毎日のようにやってたんですが、これ30キロっていうとトレーニングしている人たちからしたらものすごく軽くて、いや舐められるぐらいの重量なんですが、勢いをつけてここで下ろしてポンと上げてくると、下ろしきったここの反動は30キロどころか跳ね上げるときはものすごい負荷がかかるので、高回数できるんですが一瞬でかかる負荷に関してはすごく、負荷としては高くなります。実際僕が打ち弟子に入ったとき、自分のベンチプレスの重量って90キロ、92キロが最大だったんですが、これベンチプレスで30キロ50回を10セットを半年間続けてやったときに、まあ、30キロしか全くでバーベルを使ってなかったから最大筋力は落ちてるんだろうなと思って、半年後にバーベルを持ってみたらまさかの120キロが上がっていうことがありました。なので実際たった半年ぐらいの間30キロのバーベルしか使ってないのに最大筋力が30キロアップっていう経験もしているので、筋力を上げたい人にもおすすめしています。なので空手で強くなりたい、試合で強くなりたい人は高重量低回数にこだわるんではなく、それも大切だとは思うんですが、できたら瞬発力を使って低重量高回数も取り入れてみると強くなるためにとても役立つと思います。ボス、このチャンネルでは僕の試合の動画や空手で強くなるための知識、またトレーニング方法などをご紹介していきたいと思います。よかったらチャンネル登録お願いします。ボス。